どうもこんにちは、即回塾六歩です、えー。今日はね、6月24日深夜3時でございます。一番最初に、まあ、ナミさんの送られてきたね、動画を拝見して、それから頭の中を整えながら、一発目の動画のね、ネタがこうやってふつふつと湧いてくるんですけども、この動画が本日一発目の動画でございます。ナミさんの課題は、課題といいますかね、送られてきた動画は、 やりたいことを見つける方法3選ということでなんかね自分のやりたいことが見つからない方っていうのがね、まあ、いるのかもしれないですよねで私はこれについての見解っていうのはその、まあ、お腹が空いてご飯を食べるのと似たようなものかなということだと思うんですよ、まあ、どういうことかっていうとやりたいことと食べたいことっていうのはまあ、似てるのかなと、まあ、そして眠たい時も自分の意思とは関係なく自然にやってきて そして、いつの間にか眠たくなくなるみたいな感じで、やりたいことがない時って、まあ、ほっとくしかないのかなと。そうすると、しばらくしたら、いつの間にか、あ、お腹すいたな、みたいになるように、ちょっとこれ気になるな、みたいなことが湧いてくるんじゃないかな、と思うんですよね。まあ、例えば、家の中でぼーっとリラックスしてる時でも、あ、ちょっと用事思い出したって感じで、出かけて、税金の支払いに行くとかね。<laughs> <laughs> そうやって小さなやりたいことっていうのが一日の暮らしの中で少しずつ見つかってそして一日ってものが暮れていくのかなと思うんですよ。お風呂入んなくちゃいけないなとかねトイレ行こうかなとかねそれこそちょっとそろそろ飯にするかみたいな感じで冷蔵庫漁ったりとかそういうふうに気づかないかもしれないんですけども人っていうのはやりたいことやりたくないことっていうのを日々繰り返してそれを意識的 かつ無意識的に繰り返してるんじゃないかなと思うんですよ。で、おそらく質問の趣旨っていうのは、やりたいことが見つからないっていうのは、もっとなんかでかいことなんですよね。人生をかけてやることとか、生まれてきた意義とかね。まあ、そこまでいかなくても、半年がか,かり、一年がか,かりで取り組んでみたいこととか、なんかビッグな目標が見つからないって言ってるのかもしれません。で、それっていうのは、無理やり見つけても、これまたね、途中でやめちゃうことになるんで、どうしてもやらないとやばい。 っていう状態になるのでこの先このままやっていったらどんなことに困るかなとかね、まあ、自分は一体何を求めてどんな状況にはなりたくないのかなっていう風うに、まあ、少しね立ち止まって考えてみるとやべえなこのままだと金が足りなくなりそうだ <laughs> 稼がないとみたいになったりとかねやべえなこのままだったら独身のまま 50歳になっちゃうよと思ったらね、出会い系サイトに登録するとかっていうことが起きてくるのかなと思いますし、まあその他ね、お金とか恋愛だけじゃなくて、このままだったら肥満になって将来とんでもない病気になりそうだから、ちょっとダイエットのためにウォーキング行ってこようかとかになったりね。あとはそうですね、本当に何もなければ、10代の頃に見ていた映画や漫画、聴いていた音楽など、ふと聴いてみたらどうですかね。 私なんてのはねすぐにね昭和時代の音楽とか YouTube で見て止まらなくなっちゃうんですよ最近はね尾崎豊さんの曲あやっぱり天才だなこの人はって思いながらね聴いてますね特にあの尾崎豊が生涯最後に歌った曲ってのは「ダンスホール」っていう曲なんですけどもこの「ダンスホール」っていう曲は尾崎豊さんがねもう15歳の頃にできてたらしいんですよでデモテープも残ってるんですよね 天才かよと思いますよね <laughs>。それじゃあ、そんなとこですね。はい。じゃあ今日も、行ってみよう